DD50 系ディーゼル機関車は、かつて日本国有鉄道に在籍した電気式ディーゼル機関車である。米国や西ドイツにおける非電化感染のディーゼル化の進行に刺激され、第二次世界大戦後の1950年頃から国鉄でも感染用ディーゼル機関車の研究が進められた。日本では戦前に製造された ディーゼル機関車はいずれも入れ替え用の大型機関車であり、感染用ディーゼル機関車の製造、使用実績は皆無であった。その研究の成果として1953年から製造された日本初の感染用ディーゼル機関車が本形式である。エンジンはスイスのスルザー社と新三菱重工業の技術提携により製造された縦形直列8気筒。 直噴式で 1050PS の新三菱スルザー8 LDA25 である。このエンジンは1930年代に開発された直列6気筒の 6LDA25 基本に8気筒化して出力の増強を図ったもので日本への導入当時すでにフランスの植民地向け機関車などで多数の製造実績があったスルザー車の標準設計品の一つである。 構造自体は手堅く堅実であったが、工作制度の基準が高く、新三菱側は苦労したという。日本での国産化にあたっては、後の DF50 型でも、三菱重工業が製造を担当した例番台に採用されている。動力伝達方式は、幹線用機関車の世界的な標準である電気式を採用した。本形式は、運転台が片側にしかなく、 常に二両を背中合わせに連結して従連運転することを前提として製造された。短期でも列車牽引に使用することは可能であったが折り返し時に転車台による方向転換が必要なことや非力で牽引力が不足気味であることから短期での列車牽引には制約があったため実際の運用では従連で使用されることがほとんどであった。 10連で使用した際の性能は D52 系 C62 形状機機関車並みとされている。運転台側の全面形状は国鉄80系電車とよく似た2枚窓、半流線系のいわゆる湘南系である。特に一時型は車体幅が狭く、天地寸法の大きめな全面窓と連結器付近まで伸びた前面外反によるおもながでのっぺりとした印象から、 海坊主なるあだ名を当時のファンからもらっていた。二次社では前面窓の比率が横長となって窓隅の R も小さくなり前面に排晶器が装着されたこともあって一時型より垢抜けたスタイルとなっている。外部塗装はどう色2号に白色の帯であったが1964年頃に上半が朱色4号、下半がネズミ色1号のツートーンカラーで 真に白帯を排した塗装に変更された。まず1953年に一時車三両が新三菱重工業三原製作所で製造された。エンジン製作は新三菱重工業神戸造船所が、電気部分は三菱電機が製造した。性能上は問題ないことが確認され、1954年に二時車三両が同じく新三菱三原で製造された。 一次車と二次車では車体形状が若干異なっており、二次車では全面排焼器が車体と別部品になっている。量産を見据えた設計であったが、二両重連仕様のため製造費が高くなった上、軸重が重く蒸気暖房装置を搭載していないことから、冬季の旅客列車の牽引には別に暖房車が必要となるなどの問題点があり、これ以後の製造はなされなかった。 その後の感染用ディーゼル機関車としては、出力を上げて短期運転を可能とし、蒸気暖房装置を搭載した DF50 型が開発され、1957年から量産されることとなる。6両とも当初は、鶴ヶ機関区に配置され、北陸本線前原駅鶴ヶ駅間で使用された。この区間はトンネルと急勾配が連続しており、 蒸気機関車の運転が非常に困難であったことから本形式の運用線区に選ばれたのであった。製造当初は日本海、北陸などの急行列車にも用いられたが、1957年に DF50 型が製造されてからは主に貨物列車に使用されるようになった。また、北陸トンネルが完成する前の杉津越えでは DF50 系ともども補機としても徴用された。 その後、北陸本線の電化により、富山機関区を経て、前原機関区に転属し、前原駅、田村駅間で、直流電気機関車と交流電気機関車の中継に、使用されたが、1975年3月10日のダイヤ改正の頃より旧車が発生し、1977年12月26日付で、全車廃車となった。旧車後も長い間、原機関区構内に、 留置されており、東海道新幹線の車窓からその状態を見ることができた。その後全車解体され、現存者はない。なお、4号機は1957年頃 DEF40 型が改造工事を受けている間、四国にわたり土産本線で運用されていたことがある。1975年前原機関区にて、ありがとうございます。